それにナマコをこうダイバーさんが、そうですそうです、この隙間にこうナマコが入っていって、うん、外敵から襲われないみたいな。今年は39ミリ、平均で39ミリぐらいの種苗が作ることができました。昨年が10ミリでしたので、まあ、約4倍ぐらいの大きさになりました。餌をあげる量を、まあ、調整したという部分と、まあ、あと密度的に、薄く飼うことができたので、まあ、余計大きくなったのかなというふうに考えています。大きい種苗ですので、まあ、より多くがですね、漁獲対象に、なってですね、まあ、漁業生産がより多く上げれるようになればいいなというふうに期待しています。